は私のアナザースカイ。こちらはですね、伊良部大橋でございます。宮古島と伊良部島をつなぐ、橋でございますね。以前は、この間ですね、フェリーで、約15分から20分くらいで、フェリーを渡してたんですけども、現在は、このような形で伊良部大橋ができております。宮古島と伊良部島を結ぶ橋なんですが、2006年に着工し、2015年1月末より運用が開始されております。全長は3540メートルで、通行料金を微収しない橋としては日本最長となるようです。ちなみに総事業費は399億円ですね。この伊良部大橋ができるまでは、宮古島と伊良部島の行き来はフェリーで行っておりました。何度もそのフェリーに乗りましたが、とても味わい深いものがあり、個人的には大好きだったんですけどね。この橋の完成のおかげで、伊良部島や下地島にお住まいの方々は劇的に生活が便利なものになったのかと思います。大橋の伊良部島側には宮古島守るくんが設置されております。厳密に言うと、この子は宮古島高谷くんというそうです。宮古島警察管内にて2016年現在で19機の設置がされております。全員が兄弟という設定になっているようですね。それぞれの交差点で信号の設置が財政的に厳しいことから、要所要所に宮古島守るくんを設置したような話を以前ツアーガイドさんから聞いたことがあります。はい、こちらは伊良部大橋道の駅でございます。最近できた施設のようですね。私は一度も来ておりませんが、本日立ち寄ろうと思ったんですが、18時までということで、ただいま15分ほど時間を超過しておりまして、中に入ることができませんでした。ぜひ次回はですね、はい、こちらの海の駅も訪れたいと思いますよ。はい、ただいまですね、伊良部大橋を、伊良部島の方からですね、宮古島に向かって走っております。ただいま運転は、DJ さんでございます。日も暮れて、ちょっとね、画像が暗いかもしれませんけどね。はい、これからですね、宮古島にある、温泉施設の方に向かっております。本日の、グルメおよび観光スポットおよび、お遊びで、一番良かったところはどこですか、DJ さん。あの浜どこでしたっけ。戸口の浜ね。戸口の浜でございます。はい、しんちゃんはどこが良かった。同じく。あ、ね、本当にね、伊良部島にある戸口の浜、砂がね、とてもサラサラで、おすすめの、ビーチでございますね。まあ水も綺麗ですしね。後ろも綺麗だな。
とね、乗用車で行きますとね、この手すりというか、はい、これがね結構邪魔でございますね。はい、橋はね、これね、多分ね、駐停車禁止のはずなんですけどね、結構止めておられましたね。ですけどね、今もうなくなってますね。はい、これでですね、伊良部大橋の動画を終わりたいと思います。心にゆとり、爽やかマナーでいっときましょう。こちらは宮古島温泉宮古の湯ですね。長年宮古島へ通い詰めておりますが、宮古島で温泉に入るのは初めてでございます。一日思いっきり遊んだ体の疲れを温泉が癒してくれます。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。